茶会は皇居の宮殿で開かれ、両陛下や皇太子様がオリンピックとパラリンピックの選手やコーチ一人一人の労をねぎらわれていました。皇太子様は愛子様から、羽生選手に会ったら質問してきてと言われていましたと、羽生選手にある質問をされました。愛子様から得意なジャンプは何ですかというような質問もありまして、僕はアクセルジャンプが好きなので、アクセルジャンプが好きです、得意ですということを、お伝えくださいと言わせていただきました。また陛下は、多くの人々に深い感動や励ましを与えたことと思います。どうかこの経験を生かし、将来へ向かって力強く歩まれるよう願っておりますと挨拶されました。